スペイン一部レアルソシエダードの日本代表 MF 久保竹房22にイングランドプレミアリーグのアーセナルが獲得に乗り出す可能性があるようだ。今季6試合で4ゴールをマークするなど大活躍中の久保についてスペインメディアフィチャジェスネットはアーセナルはミケルアルテタ監督の指揮の下来年の夏にアールソシエダードの久保竹房と契約しようとするオファーを開始する可能性を検討しているとし 6, 万ユーロ、約94億2000万円の契約解除金を支払う用意があると報じた。久保をめぐっては優先交渉権を持つフルススペイン一部であるマドリードがライカの復帰を検討していると伝えられるが、同メディアはアーセナルがアールマドリード復帰を阻止する申し出との見出しをつけて今期終了後の動向に注視しているという。その上で、 クボが提供してきたレベルを考えるとアールソシエダードからの対談は事実上当然のことと考えられている。と指摘した。22歳ながら欧州ビッグクラブが注目するほどの存在に成長。今オフにクボがステップアップを果たすのは間違いなさそうだ。